誠に申し訳ございませんでした。改善勧告を受けたのは、障害がある子どもに対応する医療機関、県立子ども医療福祉センターです。県によりますと、センターでは8年ほど前から63歳の男性看護師が女児の入浴介助の際に入室を止められたにもかかわらず脱衣所に入ったり、男児の排泄の失敗を声に出して周囲に知らしめたりしたほか、別の看護職員2人もそれぞれ1人の子どもに心理的な虐待を行ったということです。児童福祉法に基づく県の施設でありながら、3人の職員は虐待の認識がなかったと県は説明しています。児童福祉のこととかを学んでおけば、いや虐待だというふうに判断できるんじゃないかなというふうに私は思うんですが、当然、虐待の研修とかですね、やってはいたんですけど、事例とかですね、その辺をお示しして、ご理解を、認識がですね、今までなかったということですので、そこを認識をですね、持っていただくような形で研修をする必要があるんじゃないかなと思っております。県は今日付けでセンターに対して改善勧告を出すとともに、男性看護師を停職5ヶ月の懲戒処分に、看護職員2人を厳重注意としました。